こんにちは。素直サイズ、なおです。昨年から編みかけていた靴下が完成しました。とアドベンチャーシリーズと 50g 単色を使った蜂蜜っていう色を使って編んでいた靴下ですね。この本体部分を全く本体部分っていうか糸の配色を逆にしてみました。かかとのところがね、こんな感じで。かかとのところから色を変えてっていう風になっています。こんな感じですね。で、足首までそのまま編んじゃいました。こんな感じでできました。足首部分は10段。ゴム編みは12段編んで、こんなサイズになっています。重さ的には、毛糸はね、42g、全体で 42g になっています。履くとね、こんな風に色が違うんだけど、ちょっと面白いかなと思ってこんな風にしてみました。まだね、編んでる靴下あるので、編めたらご報告します。水通しはまだしてないです。それで、前回ね、久しぶりに腹巻き帽子を編みたいなって言って、編み始めているんですけど、編もうと思ってましたとか、編んでみたいですって言って、一緒に編んでくれるって言ってくださった方がいたので、ちょっとね、まただいぶ進みました。意外と。なんか、でも一色目は進むのかな。次の糸を変えてからね、もしかしたら進みが遅くなっちゃうかもしれないけど、他にね、編みたいものとかが出てくるとちょっと手が止まっちゃうかもしれないんですけど、1、1、2、5、3靴下を編むとこういう柄なんだけど、腹巻き帽子だとこんな風になっています。ちょっとね、可愛らしい感じで、編んでたら、こう編んでるとね、他の人からはこういう風に見えるじゃないですか。そしたら母が、何編んでるのって言ってきたので、腹巻き帽子だよ、ネックウォーマーだよって言ったら、裏側が可愛いねって言ってて、もう確かに裏編みの模様ってね、見え方ってすごく可愛いですよね。なのでね、リバーシブルで使えるかなと思って、この裏の模様もね、楽しもうと思っています。ご質問いただいても、質問くださった方にはお答えをコメントでしているんですけど、私は3号の40センチ輪針で編んでいます。これだとね、かぶったりできなくて、全体サイズがね、分かりにくいかと思うんですけど、もし、こう、広げた感じが知りたい方は、途中から60センチの輪針に変えてもいいのかなと思います。編み始めはね、多分40センチの輪針が編みやすいと思います。編み目が引っ張られなくて。で、
ある程度着たら60センチに変えるとのね、輪が広がるので、こう全体サイズがなんか見やすいのかな。あとこう気をつければかぶってどんな感じか見れるのかなと思います。40センチだとね、かぶることはできないので、一応ちっちゃく見えるんですけどね、水通ししたりするとゴム編み部分もビヨンって伸びるし、結構ね広がるんですよね。それと作り目はこの2目ゴム編みに編み始めをしたかったので4の倍数ということで140目で編んでいます。可愛い飾りをつけてね、いただきものなんですけど、もう一周したとかまだ一周しないなとか、その時によって思いが変わりながら編んでいます。で、私はとりあえずこの編み地がね、楽しもうと思ってるので、ちょっと裏編みを入れたりとかはしないで、ただただメリヤスを表編みを編んでいるんですけど、どんな感じなのかとか色合わせとかをね、参考にならないかもしれないけど、過去の作品を私の手元にある過去の作品をね、ちょっとお見せしておこうかなと思います。今1、2、3、4ですね。一応これが結構ね、この柄みんな好きだと思うんですけど、好きな方が多いと思うんだけど、一番最初に編んだ腹巻き帽子です。なのでね、編み始めもメリヤスのままくるりんを、可愛くくるりんを楽しんでいて、もう片方は踏んでるトバッサーシリーズですかね、オパール毛糸まだ初心者の頃ですね、この糸とこちらの糸を合わせて編みました。これは何目で作ったのかちょっと覚えてないんですけど、140以上だと思います。ね、折ってるからサイズ感がちょっと違うと思うけど、だいたい28か 28.5 センチぐらい横幅が。で、一色の縦の長さはくるんとなってるのを伸ばすと27、8センチですかね。やっぱり28センチぐらい編んでますね。これでちゃんと帽子状になります。もっと長く編んでもお好みだと思うんですけどね。で、この幅だとだいたい28センチあると一周が56センチか、結構ねゆったりします。ぐしゅってなるけど、結構この辺がこう開くような感じになるかなと思います。で、これとこれは多分144目で編んだんじゃないかなと記憶しています。これはゼブラ
古くから初めから砂をサイズをしてくださってる方はね、この逆ゼブラを知ってる方が、ああ懐かしいってなってるかもしれないんですけど、こんな感じでね、こっちから編んでいます。チャコールでゴム編み編んで、ゼブラだけでずっと編んできて、この時にちょっとチャコールが少ないな、気持ち少ない気がするって思ったんですよね、私の想像で。もうちょっと固まってチャコールが入ってほしかったなって思ったので、ゼブラを切らずにチャコールを不定期に2段だったり3段だったりみたいな風にして混ぜて、チャコール多めのゼブラでチャコールで終わるっていう編み方をしています。裏はねこんな感じで糸が渡ってるので、裏側返しにはちょっとねできないかなと思うんですけど、こんな風にして糸替えをしながらゼブラとチャコールだけで編みました。144目だけど、そんなに変わらないと思うんですよね。27センチ、27センチでした。さっき 28.5 ぐらいだったから、ちょっと最初のが何目だったか忘れちゃったけど、144目より多く編んでるはずです。でこれも縦も測っとこうか。1色が27センチぐらいですかね。編んでても帽子になります。裏返しにして真ん中でねじって、こっちからね手を入れてねじりながらかぶせる。帽子として使うことが実はそんなにないですけど、こんな感じですね。こんな風になってますよ。帽子にすると23センチぐらい。こんな風にして、でリバーシブルでね楽しめるんですよね。こんな風にしてゆったりした帽子っていう感じですかね。基本的にはネックウォーマーとして使うことが前提に私は編んでるんですけど、帽子をかぶれるようにねじって帽子にできる長さにするんだったら27センチはあった方がいいのかなと思います。もっと長くてもいいと思うけど。でこれもわかりますかね、ラメ糸と普通のこれも144目だから、ゼブラと同じで、これね亡き父に編んだ腹巻き帽子、もうね使う人いないから私が
もらいました。で、父は頭が小さかったので、136名かな、自分の編んでるのよりもっと小さく編んだんですけど、それでもこっちはね、手が緩んじゃったんですよね。なのでチャコールの方で測っておきます。どの辺がいいのかな、ここら辺かな、やっぱりね 25.5 ぐらいかな、26かな。136目で26センチぐらいだけど、編み手でこんなに違ってきちゃいます。多分最初にこっちから編んだのかな。で、単色になったらなんか糸の感じが違ったのか、ちょっとギュッとね、ギュッと綺麗に編めちゃって、こんなに差が出ちゃったんですけど、参考になれば、136目だと26センチぐらい。だから、2目ゴム編みを1個減らすと1センチ。ぐらい、ちょっと違うかな、144で27センチ、136だと26センチ、今回140目で編んでるから、26.5 ぐらいってことかな。ちょっとね、編み手加減によるから、何とも言えないんですけど、こんな感じでサイズ感がちょっとでもね、分かればいいかなと思います。もし編んだことがない方がいらっしゃったら、途方もなくね、最初は長い道のりになるかもしれないんですけど、私も編んでいくので、励まし合いながらね、編めるといいかなと思います。一番最初の腹巻き帽子はね、3、4ヶ月もっとかな、もう一回編めなくなっちゃって、ちょっと休憩っていうか、もう編まない月があったりとかして、もう挫折するかなってやっぱり思ったんですけど、なんとか完成して、出来上がったらやっぱりすごくね、いいものだし、結構こう柄がね、段染め糸で編むと、どうやって編んだのってすごく聞かれて、ただ表編み編んだだけですよって言うとすごいびっくりされる。糸返したのかと思ったとかって、結構ね、びっくりしてとっても褒められるので、よかったら編んでみてください。で、これを編んだ次の年かな、シープルさんの企画で腹巻き帽子バンバン編んで、多分半年で6枚とか7枚とか編んだんじゃないかな。1ヶ月に1枚ペースみたいな勢いでね、編んだこともありますが、それ以来ピタッと止まってしまっていたので、今回またちょっと糸をね、糸の段染め具合をこう楽しもうかなと思って、あと好みがね、好みは、まあ、変わってきたっていうのもあるけど、またね、新しいの欲しいなーって普通に思ったので、ちょっと編んでみています。ということで、参考になると嬉しいです。また長くなっちゃった。
喋ってるだけなのに。また一緒に編みましょう。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。